こういう中小愚小の人気サイクルみたいなのって、うん、何十年周期みたいなのが、ね、なんかどのぐらいなんですかね。わかんないんだけどさ、ここもまあもうちょっと乱暴なあれかもしれないけどさ、まさ愚小重いなって思う時あるもん。あのホワイトキューブみたいなところで抽象画に囲まれていたいなって思う時あるもん。はあ、どんな時重いと感じますか。あの愚小が夏はい、テーブルの上の水を飲めさん、うん、現代作家の話が聞きたいです。最近は X を見ていても抽象画よりも具象絵画が多く載っているように感じています。 X って絵が載ってんの？いや、X って旧ツイッターのことだろ。そうです。あれって絵が載ってるものなの？載せる方いますね。画像を載せられるんですかね。あ、そうなんだ、はい、多分これも大きな絵画の流れでしょうか。何が？ X が？具象絵画が抽象画より具象絵画が、うん、を目にする機会が多いという。それとも各国の特有の主張のようなものでしょうか。でももうずいぶん前からさ、なんか具象が復活みたいなことは言われてるよね。そうなんですね、うん、もうどの界隈で絵画の美術の界隈でもう 2、30年言われてると思うよ。うーん、一時も抽象大ブームだったじゃない。うん、でこう具象に帰ってき、あのスペインリアリズムとかの頃からなんかそんなような言われ方してたような気がするけどな。うーん、じゃあ最近っていうよりここ20年ぐらい、20、30年のことだと思うけど、こういう抽象具象の人気サイクルみたいなのって、うん、何十年周期みたいなのが、ね、なんかどのぐらいなんですかね。わかんないんだけどさ、ここもまあもうちょっと乱暴なあれかもしれないけどさ、やっぱさ景気がいい時はさ抽象が来るよ。あ、そうですか。景気悪いと、うん、景気悪いとやっぱり具象が強くなるよね。なんででしょう。やっぱりわかんないけど保守的になるからなんじゃないの。景気悪い。だってほらピカソはさ結局あのキュビズムでバリバリやってたけどさ、第一次世界大戦でカンワイラーっていうあの画商がいなくなっちゃって、でしかも不況が来て売れなくなって、それで新古典主義の時代に入るじゃん。具象的な絵描き始めて、初めて売れるんじゃんピカソは。あれで、あまあそれまでもそこそこ売れてたけど、初めてすごく売れるわけじゃん、はい、景気悪い時代で、あのその次今度1929年にさ世界大恐慌が来て、1930年代がやっぱ絵画冬の時代なわけじゃん。でそこを平然と生き延びた唯一の画家はユトリロだって言うんだよ。へえ、それはだってめちゃめちゃ絵はがきみたいな絵じゃんユトリロ。やっぱり分かりやすい具象的な絵が不景気の時には強いみたいな傾向はなんとなくあるような気がしないでもないけどね。気持ちに余裕が、あと経済的な余裕がないと、うん、抽象的な絵をなんか買おうとかそういう気にならない。わかんないけど、なんとなくそんな傾向はあるような気がするけどね。なるほど。イケイケの時の方が抽象とか買いやすいよね、うん、なんとなく気持ち的にあの五郎さんがご自身で絵を購入される時ってそういう波とかありますか？俺そんな景気いい時もなければ悪い時もないからね、そこでは変わらないね。なんかその時の自分の好みの変化っていうのはあるけどね。抽象画が来てるみたいな時ってありますか？あるありますか？うんうん、すごいあるある、うん、あのこの事務所だと結構具象画が具象多いでしょ。具象重いなって思う時あるもんあのホワイトキューブみたいなところで抽象画に囲まれてたいなって思う時あるもん。はあ、どんな時重いと感じますか。あの具象が夏
暑い時はなんか抽象の方がいいなって思うよ。なんでしょうね、圧ですかね。いや、わかんないけど。はい。というわけで、山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか、YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。